皆さんこんにちは。朝凪コンサルティングの司法書士の加陽真理乃です。弁理士の瀬戸真希です。前回にですね、引き続いて、弁理士のですね、受験、勉強についてですね、次は深く掘り下げていこうと思うんですけれども、前回ですね、ちょっと瀬戸先生がですね、パチプロだという衝撃のですね、お話を聞きましてパチンコ、お好きだということだと思う、お好きというか、パチプロなのでお好きとかいうわけじゃないと思うんですけど、ちなみにそれ現在も今ではパチンコって行かれてるんですか？はい、もうその弁理士試験の最中も行ってたし、今もバリバリ行ってます毎日。そうなんですか。弁理士の試験の最中っていうのはもう本試験の日直前ギリギリぐらいまでやってたんですか？行ってました、行ってました。本当ですか？はい。いや、もうそれ生活してたんで。すごいですね。じゃあもうそも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 遊びじゃないですよね。そうですね。もうパチンコ屋に行かないってことはもう仕事を辞めるに等しいことなんで。そうなんですね。ちなみにその例えばパチンコとパチプロになると当然ちゃんと頭使ってこう台とか見分けたりとかすると思うんですけど、そういうこう計算する力とかとこう受験勉強ってなんかこう相関関係にあったこととかって結構あるんですか？なんか役に立ったこのパチンコ。この考え方が受験に役に立ったとか私意外と一番役に立ったのって精神論だと思ってて、いくらどんな勝ちやすい台打ってもやっぱその負ける時って負けるんですよ。だから大体1年間で2人で200万ぐらいだったんですけど、その1年間のうちの1ヶ月ぐらいはマイナス20万とか30万とかになる時ってあるんですね。絶対1ヶ月は2ヶ月ぐらいあったかな。で当時って私たちってその貯金100万もない中でやってたんで、やっぱ1ヶ月でなんか30万とか負けたらもう頭がおかしくなりそうになるんですよ。でもそういう時もなんかこういうふうになんか波があってやっぱスランプもあるけど、やっぱこういう時にその耐えて忍耐すればまた必ずプラス来るからっつって、ここはもう耐えるしかないっていう、そういうふうになんかでもその必ずその正しくその自分の決めた打ち方をやってたら、そのマイナスの時があってもまたその次の時とかにプラスになるから、今はその忍耐だっていうふうにその忍耐論っていうんですかね、はい、その精神力、気合と根性で乗り切ろうみたいな精神力がその弁理士試験にすごい役に立ってました。難関資格なんで必ず心の強さって絶対に必要だと思うんですけど、そうですよね。生活かかってるっていうのはもう並大抵のプレッシャーじゃないですもんね。負けた時がもうなんか1日で10万とか負けたりとかすると頭おかしくなりそうに。他にこのパチンコのなんですかね、ノウハウとかで受験勉強とかでなんかありますか？これはこの台はみたいな、この台はで私なんかゴッドの凱旋っていう台があって、はい、それでなんかその最初はそのさっきの動画で話したんですけど、お金がそのなんだろうなくて、昼はそのスロット、夜はそのキャバクラで稼いだったんですけど、本当は4月までに塾代たまらない予定だったんですよ。でも最後の1ヶ月でそのゴッドの凱旋で私1人で100万ぐらい買ってすごいめっちゃ破れてくれて。もうこれは神様が今月からなんか塾に行けって言ってる合図だなと思ってこれは私はきっと受かるに違いないみたいな、素晴らしい、絶対1年で受かるというなんか変なプラス思考を持って、違うからでも現に本当になんかこうパチンコだとかなんとかって言ってもやっぱり現に一発で合格してるっていうのはもう実力以外の何者でもないので、いや本当にすごいなって思う、すごい尊敬してしまいましたありがとうございますすごいですね。じゃあ今もなんかパチンコはなんだろう、なんか全然ガロしか打ったことないんですけど、なんかこうおすすめの今おすすめのパチンコとかあるんですか？なんかこうこれは今これだったらいいよみたいなとか、なんかおすすめのパチ屋とかあればぜひね、パチンコやる人も見ているかもしれないのでパチンコは釘、結局はもう釘でどんだけ回るかなんで。前はなんか結構いい店があったんですけど、その私が行ってたエスパスの溝の口とかは時々なんか回る台があったりしたんですけどだからもう3年ぐらい経っちゃってるし、もう今はその回る台があるのかもちょっと分かんないんですけど、なんかあれですよね、地域によってもですね、やっぱり東京とかって結構全然ダメだとか言いますもんね。なんか東京ピンキリですね本当に。なんか千葉県とかね、実家が千葉県なんですけど、千葉県の時はなんかやっぱりもうすごいですもんね。パチ屋のなんか駐車場とかってすごいですでかい駐車場でパチンコのなんか本気度合いが違う、地域によって全然なるほど、そうなんですね。受験勉強とパチンコはもう全くかけ離れたものではなく、それが役に立ってっていうこと、精神資料という面では両方とも結局資格試験は精神資料ですよね。そうですね、完全にそうです。私も司法書士の受験やる前は、投資用不動産をひたすら売る仕事をしてたんですね。なので毎日テラフォをやるんですけど、でもうアポイント取れるまで座れないとか、そんな感じの結構精神的にかなり大変な仕事をしてたんで、それが本当に受験に役立ったっていうのはすごいあります。きついことができたから受験勉強はあまりきついとは、まあ、確かに思ったけど、そんなに、まあ、不動産のことを思い返したら全然楽でした気持ちは内容は難しいですけどそういったところで、ちょっとですね、瀬戸先生がこんなに面白い人だということは連絡もらった時はですね、本当にどういう話しようかなってすごい真面目に、いろいろ考えてたんですけど、もうそういう心配もなく非常に面白い話をしていただけて、いただけたので、ちょっとですね今後も、またですね、なんかこう対談形式でもっとパチンコの話とか、聞ける機会があれば嬉しいなというふうに思っております。そういったところで、またですね、機会があったらぜひお願いいたします。よろしくお願いします。瀬戸先生のページとか概要欄貼っておきますので、ブログパチンコのブログ書いてですね。そうですね、パチンコだったり、受験勉強だったり、いろんな内容を更新してます。ブログ、瀬戸先生のブログ貼っておきますので、パチンコですとか、受験勉強も結構受験勉強が結構書かれてます。そうですね。受験勉強とかも結構書かれているということなので、ちょっとですね、ぜひ、受験生の方だったりとかパチンコ興味ある方見ていただければというふうに思っております。そういったところで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございましたいつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。